はい、ではこれちょっといつもと路線が全く違うんですけど、ちょっとこのまま真似してくださいっていうのは難しいと思うので、本当に参考までになんですけど、花を私が生けていく様子をそのまま撮ろうかなと思います。多分すぐ、このまま真似してくださいっていうのはちょっと今説明ができないんですけど、よかったら見てくださいっていう感じです。松がいっぱい枝がついてくれてますんで分けて使います。で、真ん中どうしようかな。一応しゃべりながら、なんか思い出したらいいな、なんか言いながら作りますけど、一応に作ってますんで、そんなに。あまり撮る時間が長くなってもね、なんなので、さっさと作っちゃいますけど、これ他のに使おうかな。はい、他のに使うことにしました。染料、アレンジに使う時も可能なら折って割りを入れてから刺した方がお水が下がりにくいと思います。あ、ちょっと刺し直します。刺し直しする時はもう一回切り直してで、刺す穴も変えます。ちょっと今あまり深くさせなかったので差し替えました。で、これも他のアレンジで使いますね。もう一個かなり早くできちゃう作っていくと思うので、本当にあんまりそのまま参考にはならないかなと思います。あと、これを使います。こっちの赤いお花は他のアレンジに使いますね。枝、何か枝物はあると便利です。枝って、ちょっとこれ赤目ちゃんごめんなさいね、目を取っちゃいますけど、下の方枝が入るとなんかそれだけで生け花っぽくなるというか、和風に見えるんです。これちょっと花が出始めてますね。これ今お花屋さんここで切ってくれたんですけど、ここ何もないのでここで切ります。これならこうやって刺したら、こうやって刺すとちょっと見えちゃうんですけど、こうやって刺せば切り口が見えないですよね。なのでここで刺します。ここにもくるくるがあるので、くるくるリフレインですね。こんなとこでいいかな。この間の葉ボタン、ちょっとね、1個はあんまり良くなくなってきちゃったので1個だけにしますね。ちょっと後でにしよう。先にランの花を切ります。ランも半分後に切りますね。どこで切ろうかな。ここでいいかな。これもこういうところで切ると切り跡が目立たない。これもう一輪切っちゃおうかな。そうすると切り口が本当に見えなくなりますね。切っちゃったのどうするのって心配しないでください。これはこれでアレンジ作れます。写真のいなかったんですけど、菊を1本買ってきてたので使いますね。はい、ポンポン、ポンポン咲きのスプレーマンですね。ちょっと差し替えます。
それからこの間登場した扇ですね。扇入れて松ぼっくり、松ぼっくりもこれこの間登場したものですね。そのまま使います。D 上にしましょうか、ね、よし、はい、上にしようか。ちょっとこの間のヒバの枝余ってますのでこれ入れようかなと思います。なくても大丈夫だと思います。今こんな感じ。ちょっとこれ邪魔です。僕ちょっとかかってますね。こんな感じです。もうこれだけでもいいかなと思うんですけど、こっちから見るとちょっとまだスカッとしてるというか、横から見るとまあちょっと穴がまあこのぐらい埋まってればいいかなという気もするんですけど、ちょっとこの辺葉っぱ邪魔だなっていうのがあったら切っちゃってもいいんで、ちょっと切っちゃおうかな。これあでも切ると下が見えちゃうんですね。奥に入れときます。でどうしようかな、ちょっと邪魔かな、まあ奥に入れときます。いっか、もみひば入れない方が、このひば入れない方がすっきりしてていいかもしれないですね。これで出来上がりです。